はい、本日は久々に IT 揚げについて、M したいと思いますね。はい、IT 揚げっていうのは両手を取られてですね、それを押さえつけられて、それをこう上の方に上げるっていうためですね。で、佐賀道場では、佐賀先生が牛島先生に教えたのは、力を抜く、手を開く、脇を軽く締めて上に上げる、ただこれだけですね。で、佐賀先生の形そっくりに真似して吉村先生がやったことあったんですが、それではダメだと言われたそうですね。それは中身がやっぱりね、伴わないと形だけ真似してもダメだってことですね。じゃあちょっとやってみましょう。両手を押さえてください。こうやって押さえられたところを、ね、力を抜いて手を開く、鼻手形に開く、脇を軽く締める、そしてそのままただ単に手を上に上げるだけ、ね、たったこれだけなんですよね。ただこの場合ですと、お分かりのように体をのしかけてね、体重をかけて押さえることもできますから、その点が大変難しくなってるわけですね。はい、では押さえ、そう、ギュッと押さえられますね。で、私をよく見といてください。なんていうんですかね、全く力みがないっていうところをね、よく観察してください。力を入れるとどっかしらね、無理なところがありますから、ね、はい、ではふわーっと開いて、もうこうふわーっと開いた時点でね、彼はもう半分浮きかかってるんですね、うん、それをこうやってみようと思いますね。こうふわーっとしたらもう半分浮きかかってるんですね。で、スーッ、こういう感じですね、うん、それでこの合気揚げの応用をちょっとやってみたいと思いますね、はい、じゃあこっちを片手で使う、はい、人差し指ください、うん、ガッチリ押さえてね、こうしっかり押さえてますから、まあ、通常こういうふうにね、指と手首両方こう押さえられると、なかなかこれ上げることが難しいんですね。しかも片手ですから。で、これも同じく合気揚げと同じ要領でですね、こう相手が持ってるのに対して、はい、スーッと上げますね。ほい。こういう感じです。で、はい、じゃあちょっと、はい、指を。小指ですね。小指ってポッキリいきますからね。無理な力をかけると、簡単に折られてしまいますね。こうしっかり押さえてるのに対して、私は力を抜いて、そして、これを普通にね、合気揚げの要領で、はい、スーッと上げます。はい、こういう感じで私の体の動きの中にどこにも力みがないのが分かっていただけたと思いますね。じゃあこれで、ね、今度片手で手首、合気揚げと同じくですね、こうしっかり持ってますね。これはですね、通常ここからこうしっかり持ってますから、力を入れてやるとね、こうやってかなり抵抗されますね。なかなか難しいです。こうやってね、がっつり押さえてます。これもね、同じです。楽にしといてね、合気揚げの要領でスーッといったらね、はい、ね、こういう感じで簡単にいきます、ね、なかなか難しいですよ、これはね、うん、じゃあこうやってね、両手でしっかり、うん、しっかり持ってますね。これしっかり持ってますけど、これ同じくね、これかなり難しいですね、うん、いかないです。これをやはり合気揚げと同じように、ね、力をふっと流して、はい、そしてふーっていったらヒュッ、こういう感じで簡単にいきます。難しいですが、精進すれば精進するほど上達していきます。以上です。